新仙台郵便局は、宮城県仙台市大白区にある、郵便局である。住所、郵便番号982-8799宮城県仙台市大白区鍵取りあざや千田八十それまで、仙台市の中心部に所在する仙台中央郵便局にて取り扱っていた、地域区分局業務を、郊外の東北自動車道、仙台南 IC 近隣にて行うとともに、 大白区内全域の集配業務を取り扱うの、郵便区を統合する目的で開局した。当初は仙台南郵便局の分庁舎、仙台南郵便局、山田鍵取庁舎として、局舎の建設に着手、仙台南郵便局自体の移転も視野に入れて、開局準備を進めていたが、最終的には、郵便事業専門の独立した、集配普通郵便局、 新仙台郵便局としての開局となり、仙台南郵便局は、無周配付通郵便局、支所箱設置局、外務員配置局として存続することとなった経緯がある。このため、仙台南郵便局の郵便番号が、郵便番号982-8799から、郵便番号982-8791に変更され、新仙台郵便局が、 郵便番号982-8799を使用することとなった。民営化に再指名称を郵便事業新鮮大支店に改称したが、二社統合に伴い名称を再度新鮮大郵便局に改称した。なお、郵便事業専門の郵便局として改局したため、当初より常設の窓口は設置されず、悠々窓口のみ開設されている。なお、郵メールの仕分け業務は、 佐川急便仙台営業所が所在する宮城の区、大木町に有名ルベースを別途設置してアライアンス体制で行っている。有ょ銀行 ATM は併設されているが、高価入金、払い込み賞を要する振り替えを行える ATM 設置拠点を呼び貯金、保険窓口を置く近隣郵便局は仙台鍵取り郵便局となる。ありがとうございます。